あの大人気テレビ番組戦闘中をゲームで体験せよ。その名も超戦闘中、究極の忍びとバトルプレイヤー頂上決戦。戦闘中のサバイバルバトルに君も挑戦。ゲームのルールは番組通り、バトルボールで敵を撃破し、最後の一人まで勝ち残れば賞金を獲得できるサバイバルゲーム。さらにミッションやイベントも番組さながら、バトルを有利に進められるアイテムの獲得など、さまざまな内容でゲームをより盛り上げる。闘技場の戦いやミッションに参加するかはプレイヤーの自由だ。さらに武器屋では戦闘に有利なアイテムを所持金で購入することができる。もちろん戦闘能力の高い戦いのエキスパート忍びを仲間にすることも可能だ。ビッグバトルボール忍びや大盾忍びも仲間にでき、より一層激しいバトルに。ゲームオリジナルの忍びくのいちや、あるステージでしか手に入らないステージオリジナルの忍びなど、ゲームでしか見ることのできない忍びが続々登場。さらに最初のステージをクリアすると、自分だけの忍びマイ忍びが手に入る。君だけの忍びを強化し育て上げろ。レベルを上げると進化する。ライバルに差をつけろ。そしてその戦いの舞台となるのは西洋の城下町や古の都など、全部で10種類。ステージに用意されたミッションや仕掛けをクリアすることが勝利への重要なポイントだ。古の都のアシュラ、ジャングルのリザードマンなど、手強いライバルたちが襲いかかる。撃破してステージクリアを目指せ。さらに敵を撃破しながらより早くクリアを目指すチャレンジモード。スコアはコースで獲得したポイントと残り時間で決まる。ライバルを撃破する能力はもちろん、より早くより高得点を狙う能力も必要となる。自己ベストを更新し全国ランキングにチャレンジ。まさに全国のバトルプレイヤーと頂上決戦だ。トップを取るのは誰だ。その他手強いライバルだらけのハードモードや忍びフィギュア、ライバル図鑑などやり込み要素も満載。そして通信も充実だ。君は戦闘中のサバイバルバトルを制することができるのか。超戦闘中、究極の忍びとバトルプレイヤー頂上決戦、9月15日発売。バンダイナムコ。